ビジャヤクマールガッチャダールビジャヤクマールガッチャダールは、ネパールの政治家。マデシ人権フォーラムの有力者として、プラチャンダ内閣に計画大臣として入閣。元水資源担当大臣。政権議会議員。マーダブクマールネパール内閣の成立に、積極的に動き、副首相権建設大臣として入閣した。ネパール会議派、ネパール会議派民主を経て、 マデシ人権フォーラムに入党。党内でガッチャダール派を率い、党首のウペンドラヤ・アダブとは緊張関係にあった。2008年4月10日の政権議会選挙では、スンサリー軍第三選挙区から立候補して、当選している。2008年3月、ネパール会議派から除名されるが、その時には、マデシ人権フォーラムに加わっていた。2009年5月、 プラチャンダが首相を辞任した際には、統一共産党のマーダブ・クマール・ネパールを積極的に推し、その首相就任に大きな影響を与えた。一方、消極的であったウペンドラ・ヤーダブ党首と摩擦が生じた。6月5日、ヤーダブ党首はガッチャダールら7名の党幹部の追放処分と連立政権からの離脱を表明した。これにより、党の分裂は、 決定的となった。カトマンズジャーナル2008年8月21日、カトマンズジャーナル2009年5月18日、nepalnews.com2009 年6月5日。ありがとうございます。